麻雀遊戯王。麻雀遊戯ゼミ。さあ、この企画はプロ雀士の方に先生になっていただき、麻雀界のいろいろなことを教えていただこうというものでございます。副担任のイーピン君です。学級委員長の長澤まりなです。よろしくお願いします。お願いします。そして本日の先生は2時間目、手塚咲久先生でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、前回の授業も大好評でございました。次ですね、やっぱ2時間目も先生にお願いしたいということでですね、やっぱこの先生感がすごいですよね、やっぱりこの咲久先生、ねえ、はい、なんか衣装もそんな感じで、なんかね、そんな感じもしますよね。衣装っていうか、はい、すごい人気の先生になるんだなって本当に思います。本当ですね。はい、今回もね、いろいろとちょっと教えていただきたいと思うので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そう、このね、ハニカンでもらう感じがまたね、人気になるだろうなって感じがありますよね。本当に本当に可愛い、本当に素敵な先生。みんな好きになっちゃう。そんな咲久先生に今日教えていただきたいのは、プロ雀士の女流が生き残る術とは、と。やはりいろんなプロ雀士の方がいらっしゃいまして、女流の方も様々な方がいらっしゃいますが、やはり長年続けていくには秘訣、コツがあるであろう。やっぱその、ね、長く続けるための術やコツを教えていただきたいなと思います。いや、私が聞きたいですけどね。何をおっしゃいますやろ。これ先プロもね、ベテランのプロジャンス女流の方としてやっぱりまだね、大活躍されてますから、はい、これはやっぱ宮内さんとか泉さんとかに聞くこととまた違う気がするので、これはちょっと先先生の目線で教えていただきたいなと思っております。はい、まあ、まずはと言いますか、やっぱ咲久先生が、ね、女流として心がけていることとか教えていただけたら、そこら辺がヒントになる。まあ、女流というか、はい、地道にコツコツやる、はい、なるほど。まずはでも地道にコツコツ、まあ、麻雀をやるというかですよね、うん、それもバッシュしてこれも書くんですか。はい、これはまあ地道にコツコツやつ、はい、書いていただいてでも本当にこれは書いていただきたいからですよ。いじめとかではございません。副担任のいじめ怖い。これはやっぱりそうですよね。要は女流の方って、まあ確かにいろんなジャンルで活躍されてる方もいますけど、まず麻雀が強くなきゃダメだっていう、そうですね、ことですよね。麻雀をしてるっていう姿も大事だと。そのためにまず地道にコツコツやる。地道にコツコツと、はいはい、やっぱり今までこうまだね、先ほど一線として活躍されてる方がいらっしゃるじゃないですか。やっぱりそういう方は全員地道にコツコツやられてるっていうことなんですかね。わかんないけど、わーっとわかんなかった。でも向上心がありますよね、きっと。皆さんね、強くなりたいとか、地道に経験を重ねてって今の地位をみんな獲得されてますもんね。そうですね、うん、っていうふうにまあね、言われると思うなと思うんですけど、まあ先ほどプロはやっぱりコツコツやってきたっていうことで、そうですね、うん、特に何ってことはないんですけど、うん、例えば、うん、連盟でいうとロンロンなど、はい、今連盟のシステムというか、はい、ロンロンのレーティングが2200以上になると、うん、リーグ戦でプラスすると T1 ぐらいまで飛び級できるんですよ。そんなシステムがあるんですね。要は地道にコツコツやってる人が報われるシステムがあるぞ。報われるとか、そうですね、そういう、はい、だからいろんなチャンスがあります、うん、ここにも、はい、なるほど、ありがとうございます。でも他になんか、まあ、生き残るスペードまた多々あると思うんですけども、まあ、私がっていうか見てて思うのは、はい、タイトルを取るという、ね、なるほど、やっぱりタイトルを取るのは最重要になるんですかね。これはぜひちょっと書いていただきたい。はい、カタカナですね。そうそう、まあ、タイトルはね、もうカタカナですから全然簡単ですよね。タイトルを取る取る感じですか。あのなんか獲得の獲、そうですね、草冠ですね。違ってきました。漢字を消さずにごまかすタイプの先生。あ、いいですね。ありがたい、はい、全然大丈夫です。はい、取る、はい、ありがとうございます。やっぱりタイトルは絶対に必要ではあるんですかね。そうですよね。タイトル戦をできる限り、出れる限り出る。やっぱりそこは貪欲にやっていくべきということですよね。うん、いろんなことをしててもやっぱあくまでプロ雀士としての実績があるんだぞっていうのがそこで見えますもんね。ちなみに手塚咲久先生は女流雀を第1期獲得されてるんです。一応素晴らしい、すごいですね。もうタイで表してますからね。私はタイトルをしっかり勝っております。いや、もうね、あれ、それは本当にもう、はい、運が良かっただけなんですけど。なるほど、ね、運も実力のうちですもんね。でもやっぱそれを取ったことで最初はすごくいろんなチャンスをいただけたので。なるほど、タイトル取るといろんなチャンスが回ってくると思うので、とても大事だと思います。やっぱチャンスを手繰り寄せる、道も開けるということ、うん、皆さん大変だと思いますが、ぜひタイトルを取るということは目指していただきたいと。なるほど、ありがとうございます。他に何かありますでしょうか。私は全然できてないんですけど、こまめに SNS とか、そう、なんていうんですか、
なるほど。こまめにこう情報を発信していくってことですか、それともこまめに。そう、こまめにのことなんて言いますこまめに、あ、もうこまめしか言いようがない、はい、こまめにはもうこまめでいきましょう頻繁にでもいいです。頻繁にとかじゃなくて、はい、なんて言います、はい、そうです、そのなんか、はい、例えばこまめに返信したりとか、はい、あ、レスが早いとか、そういうことじゃない。でも、まあ、丁寧にやってるんですね。これ SNS とかでも丁寧にちゃんとサブラズにやっていくってことですよね。だから頻繁にでも丁寧にでもこまめにでも何でも大丈夫です。かけるものいやでもなんとね、はい、だからもうすごいすぐ忘れちゃうんですよね、はい、言葉がもう全然思い出せない、はい、例えばどれに関しての言葉ですか。こまめあこまめ、すげえこまめにこだわる出しましょう。こうなったらもう出すしかない、うん、ピンとくるまでこれはピンとくるまでやるしかないですね。やっぱ先生のしっかりした言葉で聞きたいですね。こまめ、こまめ以外のちょっとマリジュさんの考え考えます、考えます、考えます、こまめ以外程よくしばしば、たびたび、しょっちゅう、ことあるごとに、小刻みに今のところまだ刺さってないです、まだ刺さってない、まだか、だから隅々まででもこんだけ悩んでもらったらやっぱ答え知りたいです。いやちょっと私めちゃめちゃ気になって寝れないですよ、このまま帰ったら。これ、ね、これはもう気になりました。本当に、はいはい、本当でした。こまめにのことなんて言います。こまめにって言います。なんだろう、ね、こまめのことはこまめって言います。多分あのこまめがゲシュタルト崩壊を起こしてるんですよね。なんだっけこの言葉って今なっちゃってるから他も出てこられるわけですよね。豆に、あ、コがいらなかった。コがいらなかった。なんでちっちゃくしたんですか。なんでわざわざちっちゃくしたんですか。ちょっと豆にでよかったじゃないですか。もうこんなにキュートな先生います。かわいすぎる、ね、もう受講者爆増ですよ。豆にでした。豆にありがとうございます。豆にでした。かわいらしい先生ですよ、本当に。みんな転入してきちゃう。みんな転入授業受けたすぎる。俺もこの授業受けてよこの先生の授業こまめに受けてよ。みんな来ますよ。すみません、ほんとすみません、まあね、大丈夫です今もう佐々木先生の良さしか出てないです。そう、豆にそう、SNS とか、はい、内容が一緒だった。SNS を更新するってことですよね。他のあのファンの方との交流を取るのがいいと思います。すいません、こんな素敵な先生がいると思わなかったな。ああいいですね。すいません、ありがとうございます。なんかもうありがとうございます。はい、いろいろありがとうございます。ために SNS を更新すると。なるほど、大事ですね。やっぱそれによってね、交流が図れる、コミュニケーションが取れるっていうのは大事ですよね。応援してくれるファンの方はたくさんできるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そうですね、応援してくれる方を獲得するっていうのが大事ですよね、うん、いつもの先生に戻りました。やる気につながりますね。ね、ね、ね。多分ですけど、あの今もう本当に佐々木先生のファンは一気に増えた気がします。はい、すっきりしました。よかった、よかった、またね、はい、いやよく眠れる、今日は。ぐっすり、はい、最後に一つ、あと一つぐらい、もし何かこういうアドバイスといいますか、こういうことがあるぞっていうのがあれば教えていただければ、もう生き残るっていうか、はい、もう諦めないことですかね。なるほど、やっぱりやめないっていうことですよね。諦めないっていうことが大事ですよね。諦めないからこそマメにって言葉が出てきたんですから諦めないでいきます。そうなんです、最後まで出すって大事。そう、諦めず大事ですよ。最後に諦めないって書いていただければもう。そうですよね、やっぱ売れる一番のコツはやめないことだなんてね。もう最後はしっかり諦めてひらがなで書いていただきました。はい、ありがとうございます。でも2時間にわたり本当に素敵な授業でしたね。足りないですね。足りない、足りない、足りないですよね。本当に
当に。でも何もないです、本当に。時間ぐらい欲しかったですよ。もっとたくさん勉強したい。はいはい、ちょっと 前の企画でね、四天王の中で誰が天然ですかって聞きましたけど、今もう筆頭で咲菊先生が上がってきたんじゃないですか。ね、実は一番天然なのは咲菊先生なんじゃないかっていう、ね、気すらしてきましたが。いや、断トツですね。はい、本当言葉が出てこないですよね。ありがとうございます。でも諦めないことによってそれも出てきましたし、はい、はい、皆さんも諦めないことによってやっぱね、咲菊のようにですね、長くね活躍できるということですので、ぜひね咲菊を見習って頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ということで本日は咲菊先生ありがとうございました。ありがとうございました。いやー面白かった。さあこの動画が面白かった、あとはまあ今回で終わりなんですけども、引き続き咲菊先生の授業が聞きたいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。